福島市体育館、武道場は福島県福島市にある体育館である。福島市街地北部の文教施設や住宅が立ち並ぶ霞町の一角に位置するスポーツ施設である。2011年3月11日に発生した東日本大震災により被災した福島体育館と福島市武道場の建て替え整備により建設され、2018年10月21日に開館した。 開館当初より株式会社ニューメディアがネーミングライツを取得し NCV 福島アリーナの愛称が用いられている。館内はバスケットボールコート2面分のメインアリーナと柔道場、剣道場、弓道場の武道場で構成されている。メインアリーナに観客席は設置されておらず、2階外周部にはランニングコースが整備されている。 このことから入場料を徴収する大会や工業を行うことは不可能で、もっぱら市民個人や部活動などの団体利用に用いられる。1964年に福島県により福島県営体育館として建設され、仙台にあたる体育館が開業した。延べ床面積5975.307平方メートルの鉄筋コンクリートづり3階建てであり、 メインアリーナのほか、ホワイエには、卓球台が設置されていた。また、トレーニングルームや、体操器具も設けてあった。1974年4月、福島県と福島市の間で結ばれた、体育館の管理運営についての事務の委託に関する、規約に基づき、県が所有する施設であるが、福島市により管理が行われるようになった。1979年には、 体育館に隣接して、福島市武道館が建設された。鉄筋コンクリート、一部プレストレストコンクリート作り3階建ての建物で、延べ床面積は2916.19平方メートル。内部には、柔道場、剣道場、弓道場、会議室が設けられており、1階で体育館と連結されていた。 2011年3月11日に発生した東日本大震災により施設が損傷し地震の避難所としての機能も喪失した福島県による復旧工事によりメインアリーナのみ利用が可能になったがそれ以外の利用が不可能な状態が続いていたために建て替えが進められ2014年に福島県により解体工事が行われたさら地となった敷地が 福島市に譲渡された上で2016年1月18日より福島市の事業として建設工事が始まり2018年10月21日に開館した建て替え以前はプロレスの工業や全日本実業団のバレーボールのリーグ戦の開催実績がある現在は観客席を用いた有料試合や工業トレーニングマシンの利用などは同じく 福島市が管理する福島市国体記念体育館で市民利用や学生の部活動などを当館でと住み分けを図っている。福島体育館時代から毎週水曜日は団体利用を受け付けず個人使用日となっている。東日本大震災時に避難所機能を創出した経験から同クラスの地震を想定した耐震構造で作られ備蓄倉庫や非常用発電機が装備されている。 ありがとうございます。